りがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。私たちあなたと素敵な夢が見たい。今日も一日夢みたいです。よろしくお願いします。はい、富士グランムフェでお帰りの皆さんこんにちは。私たちは普段山口県下関市を拠点に活動している今日も一日夢みたいというアイドルグループです。今日は初めて見るという方が多いと思うので、早速自己紹介の方からさせてください。みーちゃん。はい、夢みたいのピンクさんと17歳の月空凛です。よろしくお願いします。りーちゃん。次はりすちゃん。はい、夢みたいのミントグリーン担当春菜ありすです。よろしくお願いします。ありす。はい、今日はね。クリスマスも近いということで、ちょっと私たちも普段衣装なんですけど、サンタさんになってみたんですけど、どうですかね。皆さんもクリスマスプレゼントとかはもう買いましたか？結構ね、今日さっきもね、ちょっとお店の中とかも見たけど、いっぱいね、いろんなものを売ってたので、ぜひぜひ皆さん家族へのプレゼントとかもね、今日お買い物してみてください。そして今披露した2曲、私たちのオリジナル曲だったんですけど、今から次に披露する曲がクリスマスの曲となってて、=LOVE さんっていうアイドルの曲をカバーさせていただきます。結構可愛い振り付けになってて、マフラーを使うので、ぜひ皆さんで手拍子などして楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。では聴いてください。僕らの制服クリスマス。でも巡り合って何ともすべては流れの手を振り変えてく背中を今日に送る僕は動けないあなたのその笑顔ずっと見つめてない溢れありがとうございました。今日も一日夢みたいの皆さんにステージ披露していただきました。もう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございます。お一言ずつちょっと今日の感想をアリスさんから伺ってもよろしいでしょうか。はい。なんだかすごくショッピングモールの中でこうやってライブさせていただく機会がもらえてすごく嬉しいなって思ったのと、結構皆さんねこうやって見ていただいてすごく嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。そうなんですよ。だからね、ライブハウスとかね、いろいろホームのところあるので、今日多分一番前の鉄砲隊がカメラの皆さんで、その後ろもカメラマンの鉄砲隊で、その後ろの方々はね、僕はねもう少しフィルターだかリミッターだかを外してあげて、こう一応おーって言ってるのはエアーでわかるんですけど、いつもより多分3分の1ぐらいのお声になってるんでしょ。ありがとうございます。環境に応じた配慮をしていただいて、僕はあなた方の弾けたのも見たかった。ごめんなさい。さあそして、リンさん3ヶ月目、そうです。今日で3ヶ月目、堂々としたもんでございますことでもどうですか、今日の感想は。今日初めてフジグランさんに来てステージしたんですけど、皆さんめちゃめちゃ見に来てくれて本当に楽しかったし嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや皆さんも本当にありがとうございましたと。今日もちろん披露していただいたんですが、今後のイベントなどのもし予定などが決まっているものがありましたらご紹介いただきたいんですが。リンさんからでいいですか。架空のものじゃなかったら大丈夫です。もう決まってるものだったら、はい、今日この後広島でライブがあるのと、来週ですか、28、29日は山口県の下関でライブがあるので、ちょっとだけ遠いんですけど、同じ山口なので、ぜひお越しいただけたらなと思います。ここから下関とここから広島も意外にトントンかも。広島どの辺りですか、今日この後は。今日は広島市いいですね。2人揃ってアバウトな感じ。でも大体ね、距離的にはこれ同じ、いやちょっと広島の方が距離があるかな、はい、頑張っていただきたいんです。今日物販もお持ちいただいてるんですね。はい、はい、あちらのスペースでどんなものが今日ありますか？ツーショットチェキっていうのがあって、2人でチェキを、写真を撮って、実際に印刷してサインができるようなのと、あと生写真とかも1枚500円で販売してたりしているので、ぜひ握手だけでもいいので、気になった方、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。皆様からこのステージに向かってですと、右側になりますね。さまざまな今日出演されるミュージシャン、アーティストの物販コーナーも設けてございます。一応今日ショッピングセンターの中ですので、係の指示に従って、もし列をなす場合には、周りの方の買い物のご迷惑にならないようにご協力をよろしくお願いいたします。今日も一日夢みたいの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お写真のご案内、先ほどもお伝えいたしましたけれども、会場の撮影に関して規制は今のところ出ております。